今日こそ入乳を終わらせます。今日こそ。どうもアザラシです。マグネチック入乳実況のパート4の5かな、パートステージ4の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 パート5かな。もう次元が狂っとる。次元つかカウントがもう狂っとる。笑っちゃうよ。初めっからかよ、毎回って。毎回初めっからなんかいって思うやん。思うやん。別に初めっからじゃなくていいよって思うやん。見てる人はな。でも、初めっからさせてください。そこも取れ高じゃなくても、そういうところが実況者としてあかんねんって言われたとして、したとしてもだな。したとしてもだな。寂しすぎるよ、こんなの一人でやるのは。たとえこの動画を見る人が誰もいなかったとしても、喋りだけはさせてください。黙ってあんなところまで行けない。前回惜しいところまで行ったところまで、ね、一人で黙々となんてできはしない。そんなのは。そんなのは心を病んでしまう。そうでしょう。そうは思わないかい。あそこまでは行くよ。シャット。行くよ。スーパープレイカーのごとき行くよ。もう何も言わずにこんなとこだって行けちゃうんだ。行けちゃうんです。成長の跡が伺えますね。成長するんですね。ああ成長しとらんやないかい。その人間の成長。今気づいた。残機数が全然なかった。えい残機数が全然なかった。もう一回だ。もう一回っていうか、That's entertainment. はい、やっていきます。そこカットしないんかいって思われるかもしれんけど、つまりあれなんです。1個前にあげたパート4の4のその4のパート4の4のその4の死んだ後の続きのところのデータ残ってて、そこから始めようとしたから3期しかなかった。残機が3期しかなかったんですね。だからもう一回最初のタイトル画面に戻って残機20のあるところからの労働したわけですね。小ずるいこともね、堂々とやればなんてことはないよ。小ずるくもない。別にセーブとロード、ずるいことをや、違法なことをしているわけじゃない。ないんだっつってんだ。もう一発行かせてくれ。さっきのところまでぐらい一発でかっこいいところ見せさせてくれ。これにもニューニューやってるっていうかっこいいところ時には見たいじゃない。ニューニューやる時点でかっこよくな。かっこよくもなんともないかな。ういーよっしゃー。漫研の漫画研究部っていうのね、幹部なんですけどね、私、アザラシ。今年結構新入部員がいっぱい入ってきて、新入部員のなんかね、自己紹介みたいな紙を書いてもらうわけですわ。まあ自分も書いたけどね。まあ、漫研とか、その手の文化系サークルの、あれだな、定番だな、自己紹介誌ってのはな。なんだけど、結構ね、実況書く人多いね。ゲーム実況。今誰を見るんだろうね、ゲーム実況っつってね。それ気にならない。うん、カズさんとかかな。カズさんとかかな。シカキンとかカズさんとかかな。違うか。誰見るんだろう、それは気になるよね。うん、そういうところも含めて新しいニュージェネレーションのあれを見ていこう。新しいニュージェネレーション。一人ね、話したことはね、しんすけが分かったね、その人ね。俺はもう、しんすけ信者。しんすけ信者ってことじゃないけど、しんすけさんと言った方がいいかな。しんすけさんのね、多分年はあんま変わらんと思う。しんすけの動画を、が、しんすけが、YouTube で動画を上げてるのを見て、あ、そうか、もうニコニコの時代じゃねえんだなと思って、もう、ある意味あの人が、実況会を作ったと言ってもいいよ。階層みたいなもんだからさ。俺の中ではね、本当は違うかもしれん。誰だっけ、あの人。名前は出てこねえ。愛媛かなんかの。
あれ、誰だっけ、名前出てこないんだ、名前出てこない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 、もうそれでいいや、それでいい。あの人だったと思うけど、まあまあ、しんすけって言ったら、あのね、いろんな実況界隈をこう作り上げたというかさ、一時期あの、魔界村、超魔界村の実況なんかをニコニコでこう、みんなやって、一番再生数が面白いか、早いタイミングか、そういう風なの実況ね、実況界隈みたいなの作ってやってた。それぐらいの影響力あったし、そこにあのね、誰だっけ、あの、定休の人。定休の人誰だっけ、うわ、ゲームプレイしながらと思い出せなくなるもんだな。すごい好きなのに、定休の人。黒歴史 RPG 定休の人、ルーツ、そう、ルーツ。ルーツだった。ルーツとかもね、噛んでてね。なんか、ああ、なんかその世界いいなと思って。まあ、まさかそれはこう、メインカルチャー、メインカルチャーって言い方しいな。文化としてこう、一つの大きなね、流れになるとは思わなかったけど、そうね、なっていって、すごく尊敬してたというか、尊敬ってのも昔の話だけど。そういう信奉をしてた人がさ、ニコニコから YouTube に移っちゃったら、まあ俺もなんか別にニコニコではもう引退した気持ちだったけど、新たにもう一回 YouTube でなんかしてみようかなみたいな気持ちになるじゃないっていう、そういうことです。で、まあそのね、もう新好きなんてすごい昔の人なのよ、実況界隈から言ったらね。で、今のその新入部員とかもうティーンエイジャーとかなわけだからさ、そういうところから来ると、するともうなんか、あの、ジェネレーションギャップじゃないけど、ジェネレーションギャップじゃないけど、しんすけの名前知ってるんだなっていうの、なんかちょっと別に嬉しいってんじゃないけど、へーって感慨深くなる。で、そういう人たち、まあ当然、なんかその今の実況界隈なんてのもあるんだろうと思うけど、何を見るんだ、誰を見るんだろうねっていうのがちょっと気になってね。うわ、ちょっと、それもうちょっと待ってくれ。今もうちょっとだったな、もうちょっとだったな、もうちょっとあの、こっちから行こう。これはもうね、こっちですわ。こっちちゃんと足元開拓して上じゃないと、焦っちゃダメ、焦っちゃ。でも焦っていこうか。ここで、こっちだ。もうちょいじゃん。もうちょいじゃったな、今のはな。ダブルダッシュジャンプを決めればいけたな。勢い。だからまあ、しんすけさんのね、しんすけさんのね、さんっておかしかった、しんすけはしんすけだ。しんすけの実況なんかを見ながら育った世代としては、世代としてはね、そこに一つリスペクトも払いつつ、でも、言うてそこまでやっぱ伸びてないよね。面白いなと俺は思うんだけど、じゃあ若い世代的に言うと違うんだろうな。若い世代がどういう風な実況を見たいのか。それに合わせたものをあげなければ、まあ、本当は伸びはしないんだろうなって。まあ、こんなところでね、ドレミキャットのゲームの実況なんかしてたところでね、まあもう、まあ、万年どこみたいなもんね。万年雪違うな。万年過疎だわな。万年過疎で別にいいんだけど、それはね。後に評価されればいいという気持ちでやってる。評価されねえわ。されねえや、入院をいくらやったって。でもな、ドリームキャスト好きだからさ、本当に。本当に好きだからさ。もう青春のゲーム機会ってのもあるし、未だにこれがやっぱベストだと思ってるからさ。やっぱ、なんつったらいいかな。ドリームキャストのゲーム実況は俺よっていう風になれたってみたい。ちょっと贅沢なあれかもしれんけどな。うお、いけた！天才か、俺今。今の反射。見てくれ。見てくれ、これを。この先に見えるゴールを。もっとウィニングランした方がいいかな。ウィニングラン、こっからウィニング。今見た？こっからピョって飛ぶっつ、たったあれだけのことできずにこんな一瞬勝ったんだ。ドリームキャスト界隈の実況のね、トップを走っていってみたい。すごいな。ゴールだ。ゴールです。いやー、なんか。いや、早かったね。もっと時間かかると思った。10分以内に終わっちゃった。慣れるとこんなもんなんだよ。ニューニューの面白さ。お、久しぶりに寸劇が。
そうそう、今回のニューフェイスでやすがね。ほら、あの山の手の横山さんとこの道夫くん。横山さんとこの道夫くん、ラジコンロボを持ってやしたが、橋のお宝がいいってなっついてきやしてね。しょうがないから交換してやったんで安いよ。ほう、まあちょっとおとなしかったんでいじってハングリーさを醸し出してみやした。3億ワットビームがそそるお得な名品どうでやす。え、猫はどうだったの。あと音ちょっと小さかったか、ボリュームが。まあ黙ってたから、俺が黙ってたからなんとかね。ボスだね、セーブだ。このデータ、まあいいか、セーブしとこ。いいえ、続けざまにボス行って、もうニューニューとはこれで終わりにしますわ。じゃあ次、ついにこのステージ終わりましたね。ステージ4の4 4の4がその5で終わったんじゃないかな。なので次はついに未来ステージボス戦いきますので、それで最後だ。ほなまた。